エンツフェラーリ、エンツアンゼルモ・フェラーリ、1898年2月18日から1988年8月14日は、イタリアの自動車メーカーフェラーリの創設者、F1 の名門スクーデリア、フェラーリのオーナーでもあった。愛称は、コメンダ・トーレ、イタリア共和国功労勲章の勲三頭くらいの名称。 モータースポーツ界の偉人としてオールドマンとも称される。1898年にモデナで板近郊の次男に生まれ、9歳の時に見た地元レースでモータースポーツの魅力を知る。自身は私はなりたかったものが3つある。一つはオペラ歌手、もう一つはスポーツ記者、そしてレーサーだと後年語っており、青年時代に全国スポーツ史。 ガゼッタ・デロス・ポルトにサッカー選票を送ったこともあった。1916年病気で父を、戦争で兄を亡くし、自身も徴兵され、第一次世界大戦に参戦するが、六幕縁で視線を彷徨う。この経験が、モータースポーツに人生をかける契機になったと言われる。除隊後に、トリノのフィアットで、レーシングドライバーの職を求めるがあしらわれ、コストルツイ、に、 メカニケナツイオーリに入社した。同社のマシンをドライブし、タルガフローリオで9位になるなど活躍し、1920年にアルファロメオのテストドライバーとなった。即座にレースドライバーに昇格し、タルガフローリオで2位に入るほか、国内でいくつかの勝利を挙げてワークス入りしたが、才能的にはアントニオ・アスカーリ、アルベルト・アスカリのラエス級には及ばなかった上に、 体調不良に悩まされた。1924年にはカバリエーレ賞を、1928年にはコメンダトーレ賞を受訓された。また、1924年には地元のモデナでアルファロメオの販売代理店、カロッツリア・エミリア・エンツォフェラーを始める。1929年12月1日に、 レーシングドライバー仲間と共同出資で、ソシエーターアノニマスクーデリアフェラーリを設立し、アルファロメオのセミワークスチームとして活動を始めた。なお自らもレーシングドライバーとして参戦したが、体調が回復せず1931年にヒルクライムレースに参戦したのを最後に、1932年に息子アルフレード、愛称ディーノが生まれたのを機に、 レーシングドライバーとしてのキャリアに見切りをつけた。レーシングドライバー引退後は、アルファロメオのワークスチームのマネージャーも務め、ドイツ政府の全面的支援を受けて、頭角を表したメルセデス・ベンツやアウト・ウニオンなどのドイツ勢を向こうに回し、好成績を上げ続けた。また、類いまれな交渉力、統率力で経営者として頭角を表し、地元モデナで、 アルファロメオの販売代理店を営み、巧みな手腕で販売網を広げた。しかし、経営人との衝突で1939年にアルファロメオを去る。この際に、4年間はフェラーリの名で、モータースポーツに参戦しないという制約を結んだ。1940年には、アルファロメオとの制約項目を避けるために、アウトアビオコルトルツヨーニという名の自動車。 製造会社をモデナに設立し、最初の自らの手によるモデル、815を生産、4月28日から行われたミレミリアに参戦した。しかしその直後の6月10日に、イタリアが日独威防協協定を組んでいた、同盟国のドイツ国を支援するために、イギリスとフランスに宣戦線布告し、第二次世界大戦に参戦した。このために、イタリアにおいて、 モータースポーツ活動が全面的に禁止され、アウトアビオコルトルツ用にも815の製造を中止し、兵器製造のための粉砕機などの工作機械製造を強要になった。その後1943年8月にイタリアが連合国に降伏し、サロ政権が設立されたものの、イタリア北部は事実上、ドイツ軍の占領下になったこともあり、 モデナの工場が連合国軍機の空襲を受けた上に自動車製造やモータースポーツ活動は引き続き禁止された。しかしエンツォは連合国軍機による空襲を避けるべく、また戦後のモータースポーツ解禁に備えて自前の自動車工場をモデナ近郊のラネドに移設した。車種についてはフェラーリ遠隔を参照、第二次世界大戦後の1947年に 自社製、レーシングマシンを開発し、自動車製造会社としてのフェラーリを設立した。その後友人の類似キネッティの勧めもあり、モータースポーツ参戦資金を稼ぐことを目的に、レーシングマシンをベースにした高級スポーツカーの販売も始めた。スクーデリアフェラーリは、1950年から始まった F1 に参戦し、早くも1951年には、 フロイラン・ゴンザレスが初優勝した。その後もフルス・アルファロメを破り活躍するなど、イタリアのナショナルチーム的存在となった。イゴ・スクーデリア・フェラーリのマシンは、F1 アルマン24時間レース、ミッテ・ミリア、タルガ・フローリオ、カレラ・パナメリカーナ・ナメヒコなどの第一戦で、輝かしい成績を残した。カバリーの乱ン,ンで、ハネバのエンブレムとシンクのナショナルカラーをまとった。 市販車も、その高い性能と美しいデザインで1950年代以降、ヨーロッパ各国やアメリカ合衆国、日本や中東をはじめとする、世界各国へその販路を広げ、王族や映画スター、大富豪などのセレブリティ愛用のブランドとして、成長した。このようにフェラーリは、高い名声を勝ち取ったものの、過剰なウォータースポーツへの投資や、労使紛争、 さらに1961年11月にはカルロキテラ主要メンバーによるクーデターが勃発し、カルロキーやジオットビッザリーニラ役員8名がフェラーリを去るなどの事件が起きたことも影響し、1960年代初頭には経営が苦境に陥った。その後1963年にアメリカ合衆国のフォードとの間で買収交渉を進めたが、調印寸前で交渉は決裂した。 その後1969年にフェラーリはイタリア最大手の自動車会社であるフィアットの参加に入ることで経営の安定を図ることになる。その後エンツォは会長に就任し元来興味の薄い市販車部門からは一切の手を引いてモータースポーツ部門スクーデリアフェラーリの指揮に専念した。エンツォ自身は 1956年の息子、ディーノの死後滅多に公の場に現れなくなり、本拠地モデナを離れることもなかった。1973年には、フィア・ット一族出身のルカ・ディ・モンテゼ・モロを、スクデリア・フェラーリのマネージャーとして招き入れるなど、チーム運営の第一線から離れた。その後は、ドライバー選択などに大きな影響を与え続けたものの、自社の敷地内にある、 フィオラのサーキット内にある別邸でテスト走行を見守る他は地元イタリア GP の練習走行には顔を見せるが、それ以外はチームマネージャーから電話報告を受け、決勝レースはテレビ中継を見ていたという。政治宗教とは無縁だったが、イタリア国内では北の教皇、南の教皇とはヨハネ・パウロ2世と呼ばれるほどモータースポーツや 自動車業界への影響力は大きかった。1977年にはフェラーリの会長職を退くものの、その後も市販車からスクーデリア・フェラーリの運営まで大きな影響力を保ち続けた。さらに1981年にはスクーデリア・フェラーリの代表として F1 のコンコルド協定締結の立ち会人となるなど、F1 界で多大な発言力を有していた。 1988年8月14日に人不全で死去した。F1 におけるイタリアのナショナルチームの創設者の死去に際して、イタリア全体はもに服した。2015年現在も、リナ・ラルディとの間に生まれた次男のピエロ・ラルディ・フェラーリが、フェラーリの株を10%所有し、副会長を務めている。フェラーリ家は長男に、アルフレードと命名する伝統があり、 エンツォの父、兄、そして息子もその名を継いでいた、アルフレードの愛称がディーノ。エンツォは生まれつき病弱な息子、ディーノを可愛がったが、24歳で先立たれ、一時は生きる望みさえ失ったという。エンツォは V12 でない V8V6 搭載車に、ディーノと名付け愛則をしのんだ。妻ラウラはトリノの資産家の娘で、夫のビジネスに資金援助し、時に、 チーム運営に干渉することもあった。これ以外に愛人、リナ・ラルディとの間に、私生児ピエロ・ラルデを設けている。ピエロは蘇生を隠して、フェラーリ社で働き、制裁、ラウラの死後認知され、エンツの後継者として、会社の株式を与えられた。2012年3月10日、イタリア・モデナでジップが、板金庫を営んでいた工場兼住居を改装し、 エンツオ・フェラーリ聖火博物館、ムセオカーサエンツオ・フェラーレが開館した。本来は、エンツオの誕生日に開館する予定だったが、大雪に見舞われ3月10日となった。聖火はエンツオによって売却されていたため取得が難航し、現在の所有者から賃貸という形で開設された。聖火は付属のワークショップ兼展示スペースとして、所存され、隣接して、 ミュージアム胸が建設された。設計は建築家、ヤンカブリッキーが担当し、彼の死後はアンドレア・モルガンテが引き継い。館内には、フェラーリやアルファロメオの初期の市販車、レースカーの他に、エンツのトレードマークであるサングラスなどの愛用品も展示されている。屋根は、モデナのシンボルカラーである黄色に塗られている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。